士、あそこ。ユージオだ。シャッター様、リピア様。この声はキリト、キリトなの。おい、シャッター、ドロシーのジョーちゃんが言ってるぞ。聞こえねえのか。ベクタ様が出たとはいえ、攻撃の争いをするはずがない。リピア様を愛しておられるんでしょう。このまま出てしまいますよ。ドロシよりも、ここはいい。アリスのところに行って、軍勢はそっちに集まってる。行って、行くんだキリト。僕らのアリスを守る。簡単には行かせないってか。洗脳だ。これもベクタ。トロシ、やっぱり大元を叩きに。トロシ、洗脳解除の父さんからも機の中に何か対抗するものがあるはず。暗黒術、神聖術、工程は違えど、リソースをし特定の現象を起こすということは同じ。父さんは言ってた。何か解消すればそれを打ち消す概念をするのだ。術式展開、状態異常、ステータス、ステータス異常。ドロシー、回復、違う、可能、違う、解除、解消は複数、統制された洗脳、解除、リズ、リムーブ、ホール。キリト、召喚は父さんからたくさんの神聖術を習いました。ステータス異常を解除するシステムコマンドは存在します。本当か、ドロシーは。はい、習得済みです。召喚はできます。ならせめてシャステやリピアだけでも。いや、キリトの言う通り、大元を戦場にいる全ての者たちを正常な思考に戻す。この場は止まらないでしょう。一人二人ではダメです。全員にこの状況はおかしいと理解してもらわないと。でも、システムコマンドが分かってもそれを向ける対象が多すぎる。神聖術の場にある空間リソースをするだろう。はい、全員にやるとなら大規模な術式が必要になります。ですが、今この場は神聖力に満ちている。散った者たちも同胞を生かすためなら許してくれるはず。そして足りない分は召喚の命で補えるでしょう。おい、召喚のって何言って。キリト、君が好きですよ。
ドロシー、おかしなことを考えてないよな。そんなの絶対にダメだぞ。君が好きです。待ってくれ、俺が今ホテルから守りたい人、守りたい場所、君自身も守りたい。君を守ってあげたい人。ドロシー、どんなことになってもずっと君を切れと。システムコール。大バカ者め、お前の果てしない天命地はお前を生かすために与えられたものだろうに。人界の者たちよ、すまない。俺はどうかしてしまっていたようだ。和平は目の前だったというのに。洗脳されていたんだ、仕方ないさ。それにこちらも事情があって断りもなく離脱した。お互い弁明や説明を後回しにしよう。今目の前の戦場をどうにかする方が先だ。シャスター、戦況を教えてくれないか。ああ、キリト、奴はベクタは暗黒海軍の各陣営に光の巫女なる存在を探せと言ってきた。そして最後の伝令では、聖号騎士のアリス・シンセシス・サーティが光の巫女であると報告を受けた。駆けつけられる者はすでに向かっているだろう。お前の友だ、今すぐにでも行った方がいい。光の柱が立った方向にいるはずだ。ドロシーは任せて、このままここで治療を続けます。頼んだ、リビア。ドロシーも俺の大切な友達なんだ。よし、暗黒騎士団に次ぐ現時刻をもって俺はビクスルール・シャスターは暗黒神ベクタに反旗を翻す。何をバカなことを、力の掟に反している、そう言いたい顔をしてるな。ああそうだろう、暗黒界に生きる者として正しい反応だ。だがそんなことは知るか、クソくらいだ。俺は今日ほど憤っている日はない。あの男は我々を操り、同胞たちを虫けらのように扱い、大義もなく単なる私利私欲のために利用した。お前たちは操られてなおその身を奴に委ねる気か。今日我々が刃を向けた相手は未来の同盟相手だった。次は友を、家族を。愛するものを手にかけるかもしれん、それがないと言い切れるか。そんなものに従属する未来などごめんだ。頂に立つ者には責任が生じる。
あれはそれを果たす器ではない。暗黒界の未来を潰す者に王冠はふさわしくない。たとえ三奪者と罵られようとも、これ以上同胞の命を無駄に散らすことは許せない。志を同じくする者のみついてこい。志を同じくする者のみついてこい、なんだろう。行こうぜ。まさかお前と戦場で手を組むことになるとはな。人海軍も行くぞ。目前だった和平を潰したクソ野郎をぶん殴ってやんねえと気が済まねえ。敵は暗黒神ベクター、暗黒神ベクターだ。全軍出撃。貴様まだ戦うつもりか。正気に戻ったのだろう。そうだ、この状況がおかしいと気づいたはず。他の者たちも我に返っている。こんなことは意味がない。我々の敵は、我々、私の敵は私を脅かす者よ。間抜け面を見せてくれてありがとう。洗脳って何のことかしら。確かにベクタ様のご意向に沿う思考状態にはあった。でもそれは私にとっては正常なのよ。この状況でベクタ様に歯向かうなんてありえない。寵愛を受けられる方が都合がいいでしょ。仲良しごっこなんてやってられないわ。最後に生き残れる方に私は賭ける。アリス、キリト、アリス様を助けろ。あら、急に姿を消したと思ったらまた現れたのね。私に会いたかった？それとも暗黒神ベクタ様へのご拝謁をお望みかしら。お前は何者だ。我が名をすでに知っているであろう、人界の剣士よ。いや、知らない。この世界に入り込んだ賊が暗黒神ベクタと名乗ってるのは知っている。ほう、役割を演じてるのは大したもんだ。その側にふさわしいよ。だがお前は自分がしたことをもっと深刻に考えるべきだ。みんな生きてるんだぞ。この世界で生きてる。姿形が異なる者だって人間なんだ。お前はここに生きる人々の生活を蹂躙した。命をもてあそんだ。お前は絶対に許されないことをしたんだ。その口ぶり、貴様ここのユニットではないな。ラースのものか。サーナ、そっちは軍人か傭兵か。いや、何でもいい。この世界への侵略者であることに変わりはない。宣戦布告する。覚悟しろよ。俺は絶対にお前を倒してみせる。容赦はしない。これはこれは思わぬ伏兵だ。この世界にウォッチャーのような存在がいたとは。いや、ガーディアンかな。少年よ、お前は私の興味を引くことに成功した。だが私はこのターゲットを連れ出さねばならない。期待に応えてやれなくてすまない。彼女の友だというのならここでお別れをしてくれ。
さよならの言葉は私が後で彼女に聞かせてやるとしよう。原始の混沌より生まれし者よ、我が呼び声に応えよ。味わいたいものだが、散った者たちの進言通り先を急ぐとしよう。諸君、楽しんでくれ。くそ、待て、アリス、アリス。Hunt!
決める。今だ。よっ。Thank you.
自分で分けるしかない。だが誰が欠けるだけでも死者が増える。戦えるものがもっと必要だ。人海もダークテリトリーも協力し始めてる。それでも足りない。もっと何か手立てはないのか。援護キリト、上だ。太陽ストレスの名のもとに神の裁きを下すディヴァインパニッシュメント。キリト、状況はどうなってるの？アリスがさらわれた。お笑いと。けど戦場をこのまま見捨てることもできない。敵は複数、しかも強大。戦力分散は命取り。分かった。戦力が足りてないってことだよね。なら大丈夫だよ、キリト君。アスナ、多分そろそろだから。一体何を言って。どうやら聞き分けが悪い相手みたいね。なら言うことを聞かせるだけよ。グニアの使徒たるこの私の怒りを買ったこと、冥府で後悔しなさい。邪悪なる獣に炎の鉄槌よ。アウェイキングダイアテイタン。残念、援軍がもう終わりだと思った。まだあるわよ。祈りが届きますように。傷ついた全ての人々へ祝福と癒しの風が吹きますように。風神やエリンの過去を背負いし者が今ここに唱える。カインドデス・アトモスフィア。ハンターワールドは私たちが守ります。もう第二のホームなんですから。リーズ、シリカ。すまないキリト君、こちらから最大限の援護射撃を用意するのに時間がかかった。キクオカさん、未だこちらの状況は芳しくない。一時的に当倍処置をしているが長くは持たないだろう。簡潔に話す。彼女たちにはスーパーアカウントを与えた。戻ってきた彼女たちが君の仲間に声をかけて援軍を呼んでくれたんだ。受け取ってくれ。驚きなさいよ、私たちだけじゃないんだから。もしかして僕のこと待ってた？剣神グラディアの力、そして僕という絶景がいればこの戦に敗北はありえない。グ
ラディア人アポカリプス。パパ、私もいますよ。これより全力でサポートします。勇気ゆい、キリノジ、おめえは本当に俺がいねえとダメだな。みんなをつなげたアスナとユイちゃんに感謝しろよ。また世界の危機か。いつも面倒ごとに巻き込まれてるな、お前らしいよ。さあ大仕事だ。みんな準備はいいか。準備って言ってもこういうのは俺っちの専売特許じゃないんだけどな。クレイン、エギル、アルモ、ティーボー、先に言っとくけどこれは高くつくぞ。でっかい貸しだ。もちろん返すだ。ちゃんとした対価を要求するぞ。俺っちのことだけじゃないんだからな。捕まえるのに苦労したんだ。しかし俺っちにかかれば特大ゲストの手配もお手の物。ここはあえてこう言うぞ。ミュージックスタート。誰が彼女の歌を邪魔していいと言った。何人たりとも許しはしない。ユナ、エイジ、どこでも事件を起こしてるんだな。呆れるよ。そうした人脈作りには感心しないが、まあ今日という日には福音になり得る。そうだろうキリト。彼らは今までお前が守ってきた者たちなんだから。ラースが大変なことになってると聞いたが、まさかこういうこととはね。君ほどの人なら僕の助けは不要かな。いつけなんてね。助けるよ。君も知ってるアファシスト、そのマスターがお望みなんだ。なら僕はあの子のためにやるだけさ。リアルワールド騎士団、全軍に通達、全軍に通達。目標はアンダーワールド人を傷つけている魔物です。アンダーワールド人は傷つけないでください。私たちは味方よ。みんなベクターに騙されてる。あいつはこの世界のことなんてどうでもいいの。自分の命を、周りの人を守って争わないで。敵はお互いじゃありません。ベクターです。キリト、アリスを追いなさい。あんたの役目は彼女をベクターから取り戻すことよ。これだけ援軍が来てくれたなら大丈夫だ。キリト、誰を連れていく？キリト君、もう通信は持たない。最後にアリスが連れて行かれた場所について伝える。ワールドエンドオールター、別名果ての祭壇だ。そこにあるコンソールから彼女は連れ去られようとしている。ベクタが消えた方向をそのまま進め、やがて浮島にたどり着く。その先が果ての祭壇だ。キリト君、もうここまでだ。とは、君の健闘を祈る。ありがとう、キコカさん。最強の援護をもらったよ。よし、行こう！目指すは、果ての祭壇だ！これは。
想像していたよりずっと進むのが難しそうだね。間に合うのかな。連れ去られたアリスはどうなってしまうんだろう。ユージオ、今それを考える時じゃない。希望を捨てず先に進もう。道はここしかないんだ。ならベクトもすぐには果ての祭壇までたどり着いていないはず。そうだよね。ここから急げばきっと追いつくはず。行こう。僕らは二度とアリスを失っちゃいけないんだ。ああ、行こうユージオ。話せ、話しなさい。そんな体でどこに行こうというのだ。立っているのすらやっとだろう。君にふさわしい場所へ連れて行きたいだけだ。何も怖くない。ふざけるな。何がふさわしいか、どこにいるべきか、それは私が決めることです。私の体も私のもの。私はもう二度と誰かに自分を明け渡したりしない。アリス！キリト、ユージオ。ユージオ、隙を見てアリスの保護を頼んだぜ、相棒。了解。無茶するなよ、相棒。ほう、来たか。同じ世界から来た少年よ。お前は一体何者なんだ？私はガブリエル。ガブリエル・ミラー。求め、盗み、奪うものだ。何を求めるんだ？魂よ、少年よ、お前の名は？俺はキリト。剣士キリトだ！剣士か。ならばその剣技とくと見せてもらおう。私を足止めしたことを後悔しないといいが。後悔するのはそっちの方だ。俺の大切な人たちを傷つけたこと、俺の友達を連れ去ろうとしたこと、全部その身で償ってもらうぞ、ガブリエル！覚悟は決めない。ここで決める。
決めれ。今だ。せー。
もっと魂を倒せるぜ。ドレス必然だからに決まっているじゃん。知恵がここまでだな。キリト、別れの前に尋ねたい。お前は魂を見たことがあるか？人の魂とはどこに存在すると思う？それはどんな色でどんな形をしていると思う？死んだらそれはどこに行く？何を？私にはわかる。お前も人を殺したことがあるだろう。答え合わせはまたいずれ。こうして俺たちの戦争は終わった。だが俺の耳にはいつまでもあの男が囁いた言葉が残り続けた。まるで呪いのように。暗黒神ベクタによって引き起こされた戦争は停戦という形で収束した。人界とダークテリトリー、遺恨はあるものの、それを乗り越えて今度こそ和平条約を結ぼうという流れになってきている。もちろん双方共に傷つけ合った事実は消えない。死者が蘇るわけでもない。だがそもそもの発端は暗黒神ベクタの洗脳術であったこと。あの鉄血の四五十を倒すために戦場にいた者たちが敵味方関係なく協力し合ったこと、それらがみんなの心に大きく作用した。今俺たち人海和平施設団は名瀑の香水の効果なしで暗黒界を歩き回れるようになっている。そして再び和平の道へと歩み寄るきっかけとなった今回の停戦の立役者はこんこんと眠り続けたままだった。それじゃあ今日もドロシーの様子を見に行こうか。キリト、行きましょう。我々が彼女にできることは見舞うことくらいです。そうだな、ドロシーのいる部屋まで行こうか。今日も起きてないみたいだね。そんなところでしょぼくれておっても見舞いにはならんぞ。ドロシーはまだ目覚める気配がないのか？うん、何しても起きないの。ほっぺもたくさんつついたよ。サライ、ずっとここにいるのですか？だってドロシーが目を覚ました時に一人ぼっちだったらかわいそうでしょ。サライだったら悲しいよ。サライ、
優しいね。カーディナル、俺たちができることはないのか。むしろこれだけで済んでいるのが不思議なほどじゃぞ。本人の持つ膨大な天命値のおかげじゃな。意識が戻らんのはそれだけ体に負荷が強かったからじゃ。今は休息をさせ、体が弱っていかんように外から新生術をかけるしかない。ただ眠り続けたままなのは確かにまずいの。こうなってしまっては覚醒治療薬を使うべきかもしれん。新生術と合わせることで目覚めを促す効果が期待できるものじゃ。覚醒治療薬、それって特殊なものなのか。もしそうなら俺材料揃えるよ。言ってくれ。うん、そういうことなら僕らだって手伝えるよ。カーディナーさん、どんな雑用でも言ってください。ドロシーのために何かしたいんです。ええ、こたびの戦争が停戦という形に落ち着いたのは彼女の大規模術式のおかげです。そうでなくとも彼女はもう我々の旅の仲間であり友です。カーディナル様、ご用命ください。アリス、アリスがそこまで言うなんて。何ですか、聖豪騎士の身分である私が暗黒騎士の友人を作ってはいけないと。まさか。嬉しいよ。きっとそう思ってるってことは分かってたけど、あ、ほら、俺らと違って立場があるからさ。今の言葉ドロシーに聞かせてやりたいな。わかった。調合にはリソースの高いものを必要とする。それは任せることにしよう。追って知らせる。カーディナル様、お待たせしました。交代します。セルカ、ここでの暮らしは慣れましたか。カーディナル様の補佐として来てくれたこと感謝します。私が行きたいって言い出したことだもの。姉様のことが、みんなのことが心配で胸が張り裂けそうだった。同じ心配するなら近くがいい。カーディナル様、同行を許可してくださって感謝します。何、ダークテリトリーに投入すると言ったらカセドラルの連中は及び腰でな。新生術の知識もあるセルカは立派な戦力じゃ。志願してもらって助かっておる。では代わってもらおうか。キリト、後で話したいことがある。時間の都合が良い時にオブシディア城近くにある使節団の拠点へ来てほしい。ああ、わかった。そうするよ。